じゃあえっと、セッション4っていうことで、えー、営業なしでクライアントを獲得する方法ですねまあ営業ってい、まあつらい営業っていうか、まあ、正直言うとやれよと思ってますよ正直やりなさいよと思ってますよ何言ってんじゃんと思ってますけどただまあそのまあそこまでハードな営業をしなくても、まあ、やっていける方法っていうことをね、まあ、いくつか考えてえー、まあ、すうっていうのがねやっぱりね皆さんの頭の中にちょっとは浮かんでるっていうのがねあのまあ やっぱ営業とか苦手じゃ無理なんかなって思ってる方もいると思うんですよ、もうちょっと自分、影響向いてないしなとか、ああいうふうに思ってる方もいらっしゃいます、特にセンスライターってそういう属性の方多いので、あの誰ともまずに家で仕事ができるとかって思って入ってきた方、すごく多いので、<laughs> まあ、そんなのないですけどね、まあ、アフィエーターはそれできますけど、ただまあ、スキル高めればできますけどね、ただまあ,あ、やっぱり多少は社長とやらないといけないし、スキルがないときになればなるほど、営業の重要性の比重が上がります。 普通にね、だって出してるコンテンツの質が上がってくれば先ほどの話だメディアとか質がスキルが上がってくればむしろ向こうから来るんですけど要はスキルが低い時ほど営業力が必要になってスキルが高くなったら営業力いらなくなるんですよ。ただ単にそれだけの話です営業に関してはねただまあ営業力なくてもできるのがセールスライターのいいとこですねっていうのはスキルが高くなってくればつまりさっき言ったメディア自分のメディアをどん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 出していくことができれば営業しなくてもなんじゃ できるとこの機能はい電源を私は切られたくないって言ってます、この機械。まあいいや。えー、営業ね。えー、ただ、だから実際、セールスライダーってスキルって、コピーで売れるスキルですから、営業しなくたって売れるのが道理ですよね。えー、でも、全然売れないですよ。いや、スキルが足りないんですって話なんですよね。<laughs> 結局、一周回ってね。で、実際営業しなくてもいいって、はっきり僕は言えます。なぜなら、僕、営業してないからです。 いろんなところでクライアント獲得にテラポしなさいねって言ってます僕してないですしたことないです嫌ですよそんなテラポなんてね心折れますってあんなことしたら <laughs> 傷つきますよそんな無理ですよただ早いですよした方がねした方が早いですただ僕はしてませんしたことありませんえー、で飛び込みしたことあるかしたことないですつまり僕は今このポジションに来るまで営業したこと一回もありません一回もないです営業したことは というのはあの飛び込み営業とかかこっちから売りに行く営業ですよね売りに行く営業は全部一回もしたことありません全てが向こうから来てお話をしてやるかやらないかしかやったことがありませんだって僕それが嫌だから僕まあまあちなみに僕バリバリの営業マンなのでもともとむちゃくちゃ売ってましたよ、あのー、あるサービスを日本で一番月間で売ったりとかしたこともあったりとかあ飛び込みでゴリゴリの教材営業してたりとか、えー、はたまた なんだなまあ、評判悪いですけどネットワークビジネスですかねマルチレベルマーケティングで、えー、600人ぐらいの組織を作ったりとかあっていうことは知ってましたよだから営業もともとしてたんだけどもうこんなの全然きりないしこんなことするって全然人生にレベルで時間かから営業やいやいやいや,いややと思ってセルフサイトに来たのでだから営業いいかもしれませんなので実際営業なしでもいけますただそれは大前提の条件としてスキルを高めることが大前提ですねスキルを高めない限りそれは営業した方が早いですよ